はい、こんにちは、116ウィンズです。さあ、今回は勝負期を迎えたはずのマリナーズについて話していきますが、開幕17試合時点では11勝6敗といいスタートを切ったはずのマリナーズだったんですけれども、最近はひどい試合がかなり多い印象です。それもそのはず、直近22試合でマリナーズ6勝しかしていません。6勝16敗でこの間の借金10、貯金5はあっという間に借金5へと姿を変えてしまいましたね。あれだけの好スタートを、それもハニガーやシーウォルドがコロナ感染で離脱するというアクシデントもありながら決めていたので、彼らが戻ってくればさらにチームの調子も良くなるだろうと思っていたらこれですよ。マリナーズというチームは本当に油断ならない。今日からは敵地でレッドソックスとの4連戦が始まったマリナーズですが、2回にムーアのスリーランなどで幸先よく4点を先制し、これは久々にマリナーズ連勝となるんじゃないかと思っていたら、そのリードがたった2イニングで消失。それもマリナーズがオフに正式オファーを出すくらいには獲得を真剣に検討していたトレバーストーリーに2打席連続ツーランを浴びての4失点だったので、なかなか心に来るものがありました。とはいえまだ同点、勝つチャンスはあるだろうと試合の方を追っていましたが、6回に先発のカービーからロモにスイッチしようとしたところ、カービーがすでにイニング前の投球練習を始めていたため交代できず、ロモの準備にかかる時間を稼ぐためカービーを一旦6回もマウンドに上げたらしいんですが、MLB のルール上、前の回から投げているピッチャーがファールラインを超えた時点で怪我や代打が出ない限りは最低1人は投げないといけないそうで、交代ができなかったと。一応サービス監督も球審に確認して投球練習開始後の交代に OK をもらっていたそうなので、厳密には審判側のミスなのかもしれませんが、ここからレッドソックスに流れが渡ってしまいましたよね。マリナーズもここからバタバタしてしまって、守備のミスが出たりですとか、3者連続で押し出したりとか、ストーリーにこの日3本目のホームランを浴びたりと、もう終盤はめちゃくちゃな試合展開、負けるべくして負けた、そんな試合で、最近はそういう試合ばかり見ているなぁと思ったりもします。で、ここのところのマリナーズの不調は分かりやすく、打線が以前ほど活発でないことが理由の一つには上がるでしょうね。マリナーズが11勝6敗となった4月26日までの時点では、実は打線が MLB トップクラスの成績を並べていて、 OPS が MLB 5位、 WOBA が4位、 WRC プラスに至っては MLB トップと、そんなに点を取っている印象もありませんでしたが、昨年までの悲惨な貧打から一転して今年は結構頑張っていたんですよね。そう、この時点まではそうでした。ただそれ以降、今日までの22試合では数字が軒並み低下し、 MLB 屈指の打線はワースト10、メンバーは変わったはずなのに、まるで昨年思い出したかのような打線となってしまっているのが現状です。一応今季はウィンカー、スアレス、フレイジャーの新加入組に、トッププロスペクトのフリオ・ロドリゲスが開幕からメジャーで、打線に関しては間違いなく昨年からアップグレードできたはずなんですが、驚くほどの冷えっぷり。4月27日以降22試合で完封負けを4回くらい、また2得点以下に終わった試合も13試合。去年のマリナーズはちょうど5月に2週間スパンで2回ノーヒッター食らったこともありましたが、さすがにそのチームほどひどい貧打線ではないものの、最近のマリナーズ打線はコンテンダーと呼べるような状態では残念ながらないですね。ここのところの負け試合のパターンとしては、打線が先制できずゼロを並べてしまっているところ、先発が1点か2点先行されてしまって、でそのままズルズルといってしまうと、3点差なんかついてしまったらひっくり返すことはほぼなく負けてしまっていますので、まあそらなかなか勝ちは伸びないですよね。もちろん現状のマリナーズは誤算も結構多いので、こうなってしまっているのもやむを得ない側面もあります。大きなところでは怪我、昨年の主軸だったハニガーはコロナ感染から復帰したのもつかの間、復帰初戦の1打席目で今度は足首を怪我してしまい、早くても復帰は7月以降。またキャッチャーで今季バッティング好調だったトム・マーフィーも肩の脱臼で離脱しており、本来マイナーでもう少し調整させたかったローリーをメジャーに昇格せざるを得ない状況ともなっています。またケルニックやウィンカーの不振、昨年9月にブレイクの兆しを見せたケルニックはものの見事にその経験値がリセットされ、打率1割4分で先日マイナー降格。打線の中軸として獲得したはずのウィンカーはようやく調子が少し上向いてきた感はあれど、まだ OPS は6割台、外野手が軒並み不調でハニガーの離脱が余計に痛い状況ともなってますね。この打線を投手陣がカバーできたらまだ戦況もマシだったかもしれませんが、投手陣もこちらも苦しい。頼みのブルペンはサドラーやジャイルズが怪我で不在、ロモも1ヶ月近く離脱しましたし、勝ちパターンであるはずのステッケンライダーやカスティーヨもちょっと不安定と、先発陣では昨年のサイヤング賞のロビー・レイがまだ本領発揮とはならず、開幕5番手に抜擢したマット・ブラッシュは1ヶ月経たずにローテーションを外れる事態に、投打ともにいまいち噛み合わず、苦しい戦いはしばらく続きそうな感じですかね。
ただこの中で数少ない明るい材料としてはフリオ・ロドリゲスが MLB への適応を見せ始めている点、序盤はルーキーへの洗礼なのかわかりませんが厳しいストライク判定が相次ぎ、三振の山を築いていたフリオも最近では積極的なアプローチが功を奏したのかヒットを量産するようになってきました。直近15試合では打率3割3分3厘、シーズン通算でも今日の試合で打率を2割7分まで乗せました。序盤は球審も敵みたいな感じで少し不憫だったフリオでしたが、それでも自分のストライクゾーンを無理に広げたりはせず、とにかく我慢してきたことが今実を結びつつありますね。もちろんまだルーキーなので攻守でミスもしたりはしますし、今日もセンターで彼の無理な送球が失点につながってしまったわけですが、それでも開幕1ヶ月ですでにメジャーのレベルに適応しつつあるのはさすがマイナーで通算打率3割3分1厘をマークしただけあるなぁと思いますし、スターになる素質を持った選手なんだなぁと。ファンとしては正直見ていて辛い試合がここのところ多いですが、その中でもフリオの活躍はまさに一筋の光ですね。という感じでなかなか勝てない日々が続くマリナーズですが、ただ今以上にスケジュールが厳しい時期も1年間ではありません。開幕直後にもお話ししましたが、マリナーズは6月8日までの58試合、実に35試合も敵地で戦う必要があり、しかも相手も結構手強いチームばかりであると。今まさにマリナーズはアストロズ、レイズ、フィリーズ、メッツ、ブルージェイズ、レッドソックスのコンテンダー6チームと連続で対戦していて、このうちシリーズを勝ち越せたのはメッツだけですので、切り抜けたとは言い難いですが、とりあえずこの厳しいスケジュールにも終わりが見えてきていると。とにかく6月上旬までは大崩れせずに、勝率5割近辺をどうにかキープすることさえできれば、スケジュールが多少は楽になる夏場以降、トレードデッドラインでの補強も合わせればプレーオフ進出もここから十分狙えるはずなので、今は苦しいですが、ここで崩れないことが大事です。今日レッドソックスに敗れてマリナーズはシーズン17勝22敗、借金5。昨年もマリナーズは5月下旬に借金5まで沈んだことがありましたが、最終的には90勝を挙げたわけです。これ以上沈まなければまだ浮上のチャンスはあるはず。単純な戦力で言えば昨年の今時点のチームよりも確実に上なわけですから、今はもう少しだけ我慢して6月以降反撃につなげてほしいなと思っています。本当に頼むよ。もう20年だしね。はい。お願いします。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後ですね、ウェルビーに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。